皆さんこんにちは。本日は、9月の23日かな、春分の日と、その振り替え休日ということで、世間様は、土曜日から3連休それの中日でありますけれども、私は仕事が今日から2連休ということで、今年の夏にですね、夏傘の遠征として、釧路湿原エリアそこを、天白で攻める予定でしたけれども、台風で、悪天候で流れてしまっておりましたのを急遽、このタイミングで入れ込むことにしました。そのきっかけとなりましたのがですね、先日の、北海道胆振東部地震によりまして、かなり観光客がですね遠のいてしまっているということで、久しぶりにじゃらんにサインインいたしまして、宿を取りました。天泊ではありません。キャンプに対して非常に腰が重い私にとっては、非常に、追い風となった、今回の遠征であります。家を6時過ぎに出まして、雨は、全道的に久しぶりの雨が昨日降りましたけれども上がっております。ただ現地は、山あいも結構ありますので、若干降られるかもしれないですね。話違いますけどこの雨は非常にキノコ屋にとっては待望の雨でありまして、ここから1週間先2週間先のキノコが非常に楽しみであります。で、気がかりなのがですね、北海道に来てからかなり私の慢性鼻炎は緩和されておりましてですね、薬もほとんど飲んでいなかったんですけども、1週間前ぐらいからかなりひどい、何かが待ってるんですよね。これおそらく、乾燥も手伝ってるとは思うんですけど、この喋ってる声も若干おかしいと思うんですけども、非常に鼻がブツブツいたしましてですね、十勝にかかる山を越えているところです。トマムです。ここまで来るのは、昨年の、道東ブラウン傘以来ということであります。で、ご覧の通りですね、山越えにもう夕張越えたあたりからですね、ずっと雨ですね。家を出発してから2時間半以上経ちました。今道東道の本別ジャンクションを、過ぎたところですね。この辺りは私が、北海道移住時に3ヶ月だけお世話になりました牧場の近くなんですけれども、この先に本別インターというのがありまして、そこから先は、最近近年に延伸がなされたところでありますので、当然通るのは初めてであります。すでにもうこのエリア自体がですね、その牧場を後にして以来5年ぶりに訪れる形となっております。さあ、釧路市阿寒の地に降り立ちましたよ。出迎えてくれたのは、ポニーかな。人参が起こってますね。いや、紅葉シーズンでもないしね、この雨ってなるとなかなかあんまりこう風景的に綺麗なところをお見せできないのが非常に残念です。目的の川の一個手前なんですけど、地形図にない砕流がありましてですね、やばいっすよ、すでに。
とんど、まあ、止水に近いぐらい緩やかに流れてまして、見たとこそんな深くなさそうですけど、まあ湿原地帯なんでね、わかんないですね、入ってみないと。はい、これが目的の川なんですけど、泥底ですね。このポイントはさっきより浅いんですけど、謎の小鳥がいます。でここがちょっと開けた沼みたいになってまして、こっち側のが上流方向なんですけどね、なんか波紋があるな。さっき水鳥がいっぱいいたんですよ、それかもしれない。まあ、ここを第一ポイントに定めたところなんで、一応ちょっと入ってみれるか試みてみます。水没しないように。懸案のあのガサの時に一眼をどうするかっていうのはこうしました。ちょっと分かりづらいかな、タルタルなんですよこれ。前もちょっと申し上げましたけど、私バカの大足でございまして、このウェーダーというのはですね、基本的にあの靴のブーツのサイズでサイズがこう分かれてるんですよ。で私27足があるもんですから、体のサイズよりも大きいウェーダーを履いちゃってるんですよね。だから肩のロープとかも余っちゃってるんですよ。余ってなかったらもっとシンプルに綺麗にいくと思うんですけど、この例の新兵器をですね、このウェーダーの肩のベルトに取り付けまして、このようになんとか、まあ、この辺の水位までチェストウェーダーの限界まで来てもなんとか水没カメラがしないようにという状態になっています。はい、では久しぶりですね、非常に久しぶりです。ガサガサ行ってみたいと思います。いや、いいですね、人がやっぱりいないから気持ちがいいですよ。多分どうかな、タヌキだと思うんですけどね、なんか色はちょっと荒っぽしてるのかな。でこういうアプローチっぽいルートがあるということはどうなんだろう。哺乳類が水飲みのために行ってるのか、小物釣りの人でもいるのか、なんでしょうね。あるいは隠れガサリストがいるのか。ここ見たところ本当に水深が20ぐらいしかないんで、あとどれぐらいこう埋まってしまうかによってこのまま続けられるかが決まります。とりあえずタモ入れてみます。あ、結構砂利底で大丈夫ですね。霧雨また強くなってきましたけど、ガサっていきたいと思います。いや、いいな、ちょっと遡っていきたいぐらい結構いい感じですね。水温はそれほどでもなかったです。素手でいけちゃうぐらい。はい、見えるかな、トゲウオの小さいの。この釧路川近辺のですね、
まあ、例えば釧路が流入河川とかそういうところは、まあ、あんまりやっぱり鮭が上がってくるよっていう話はちょっと調べた限りはなかったので、鮭に出会っちゃうってことはまずないと思うんですけど、いや、いいえぐりですね。釣り人が来るのかもしれないですね。ってことはヤマメが来るのかな。ここから落ち込みが始まってます。深さも深くなってきます。何もなしか。うん、いいサイズのトゲウオとフクドジョウかな。まあ、もうちょっとでかいのが出てきたら、その前に静止画撮っとかないと。まあいいか、でかいのでまたやり直しましょう。いや、また雨降ってきてんな。釧路湿原とサラベツの湿原、この2つがまあ一番トゲウオたちの繁殖エリアといってもいいんじゃないでしょうか。まあ、どこでもいます、北海道はトゲウオはびっくりするぐらいいます。おお、ナイスサイズ。トゲウオ。お、ザリガニ来た。ちょっと見づらくて恐縮なんですけど、ちょっとこれガラスがなんかやたら曇っちゃうんで GoPro で失礼いたします。これがトゲウオですね。イバラトミオか、エゾトミオ。下のがフクドジョウ。その裏に隠れてるのが、これも、これ、イトヨかもしれないですね。まあ、もしヤマメとかいるとしても、ちょっとこの時期だと、ガサではやっぱり厳しいですよね。まあ、狙ってはいないですけど、そういう意味では、この調査でいるかいないかを判断することは、ちょっと、すべきではないですね。トゲがいっぱいだね。ちょっと今回期待したいのがですね、まだ出会ったことがないこの辺にしかいないんですよ。標茶町の天然記念物であるところの北山椒ですね。もちろん持って帰って飼うとかそういうことは一切考えてませんけど、会いたいですよね。エゾ山椒はもう何度も会ってるんですけど、コーラ味のグミみたいな漆黒のボディがかっこかわいい生き物ですけど、これぐらいの深さになってくるとやっぱりまとわりつく、レーダーを通してまとわりついてくる水で体温を奪われますね。ググイかな。あとも私の好きな、いや、チウイかな。ノーマルですね。ノーマルグイ。ちょっと体型がヤチウグイっぽいですけど、ノーマルちゃん。ここで日が当たってるね。すごい気持ちいいですよ。おお、
プリンプリンのウグイちゃんと大量のトゲオちゃん。浮きゴリとか全然いねえな。ここであの小物釣りしたら永久にトゲオが釣れますね。そんな場所はなかなか日本には北海道ぐらいだと思いますね。完全にトゲオだな。厳しいね。厳しくはないんだけど、まあ、出現エリアからここにあえて上がってくる意味がないのかもしれないですよね。上流のイワナとかトラウトみたいなもんで産卵の時にまあ遡上するけど、日頃はダム湖にいたりとか、ちょっとやっぱり魚影はトゲオ以外の魚影は薄いと言わざるを得ないな。ウグイすらあんまりいないですもんね。数えるぐらいしか出てない。いいパンチになるやつ来ないかな。よし、橋の手前だけどこれで終了だな。ここはラストも終了。謎の物体みたいに見えますね。これは国道沿いの牧草地ですね。結構タンチョウいます。はい、2つ目の川なんですけど、細いね。傾きじゃなさそうですね。渓流釣りみたい。誰かなんか言った？これ上流側ですね。やっぱり渓流釣りっぽいな。鹿がいますね。これまたトロトロ流れるいい川なんですけどね。入れるかな。これ3箇所目かな。2箇所目は入りませんでした。これ下流側なんですけど、なんか2本になってんですよね。こっちが本編かな。ただこの辺もうあの地形図がだんだんあの湿地帯になってきちゃうんですよ。あの緑の点々点々っていうね。これが川で、こっちが湿地なのかもしれないですね。観察窓も置いてきてですね、3箇所目行ってみたいと思います。で、うんこの正体はやっぱりタヌキですね。さっき写真には撮れなかったんですけど、出ました、タヌキ。タヌキ夜行性なんだけどな。この辺のタヌキはのんびりしてたかもしれないですね。さて、入れる深さなのかどうか。とりあえずはヘドロだ。
厳しいかもしれないね。ちょっと堆積物がこの辺多いんで、なんとか立ってますけど、厳しいかもしれないですね。うわ、こっちは水冷たいですね。断然冷たいよ、さっきより。注意深くでは。あー、ダメだ。見てください、これ。この水深。護岸かなんかがあって、それでかろうじて持ってんのかもしれないですね。3箇所目終了でございます。あのなんか脇の水路の方がいいかもしれないけど、農家の人の邪魔になってもしょうがないんで、上がりましょう。4箇所目なんですけど、さっきの川の本流ですね。ちょっと川っぽくなりましたね、だいぶ。川っぽいんだけど、傘向きかというと結構微妙ですよね。あの辺でもボサがあるか。5箇所目でしたっけ。これも一般的な川っぽいですね。あの辺のボサなんか悪くないですけど。あ、でも護岸で駆け上がりになってるんですね。基本駆け上がりですね。なんだありゃ、カワセミかな。ぬめりすぎたケモドキかな。これ5箇所目6箇所目なんですけど、ものすごい、なんだ、小渓流になっちゃう。標高大したことないんですよね。これでも傘にならねえだろうと思うんだけど。調べた中ではラストの風に到着いたし出しちゃいました。まだ13時になったばっかなんですけどね。今度は親子ですね。普通にいます。なんか農家の庭とかにね、堂々といたりします。